マサルの勉強部屋高度共通試験午前1対策編、今日も頑張っていきましょう。はい、それでは今回はシステム構成に入っていきましょう。システム構成の概要について簡単に今回はお話ししていきたいと思います。ちょっと話長くなってしまうので前編後編に分かれています。今回は前編で性能評価と信頼性評価について詳しくお話ししていきます。それでは早速始めていきましょう。システム構成概要前編です。それではまずはキーワード単位でいろいろ知識をインプットしていきましょう。まずは性能評価からお話ししていきます。性能評価ではスループットの話題がよく出てきて、その中で TPS という言葉ですね、トランザクションズパーミニット、1分間あたりトランザクションをいくつ実行することができますかっていうところですね。この言葉覚えておいてください。そして次がレスポンスタイム。レスポンスタイムはシステムや装置に指示を与えてから結果が出力開始されるまでの時間です。次、ターンアラウンドタイム。これはシステムや装置を使い始めてから使い終わるまでの時間です。このレスポンスタイムとターンアラウンドタイム、すごく紛らわしいのでここで整理しておきましょう。まずクライアントサーバーシステムであれば、ざっくり言うとこのような動きに分かれます。まずはクライアント側で、こういった処理をしてくださいっていうふうに依頼の設定をします。そして依頼が完了するまで少し時間がかかって、依頼が完了するとサーバー側に処理が移って、サーバー側でもこの依頼内容を受け取った時に、すぐに実行するわけではなくって、少し処理待ちの時間が発生します。サーバー側で処理待ち時間が経過すると、サーバーで実際に処理が実行されて処理を開始します。で、処理の応答もすぐに届くわけではなくって、ちょっと処理の応答の時間がかかります。実際にクライアント側で応答を受け取って、応答完了と、大きくですね、こういった流れに分かれます。ではまずはレスポンスタイムってどこのことを言うかっていうと、レスポンスタイムはここです。サーバーで処理待ち時間とサーバーで実際に処理をしている時間、この時間がレスポンスタイムです。ではターンアラウンドタイムはどこかっていうと、ここですね。はい、ターンアラウンドタイムは今お話しした全ての工程を含んだ時間がターンアラウンドタイムです。紛らわしい名前ではあるんですけど、ターンアラウンドタイムと名前があるように、こうターンして帰ってくるまでの時間っていうふうにイメージすると分かりやすいと思います。では次の話題に行きます。次は信頼性の評価についてお話ししていきます。信頼性評価で押さえておきたいキーワードはこちらですね。ラシス、レイシスと発音する方もいます。この言葉は信頼性、可用性、保守性、完全性、機密性、それぞれの英語の頭文字を取ってできている単語です。ではここでは信頼性について細かく見ていきましょう。信頼性についてです。信頼性というのは故障せずに正しく動く指標ですね。障害などによる停止や性能低下を最小限にするために、こういった信頼性といった指標を取っています。このセクションで大事なキーワードはこれですよね。 MTBF です。この MTBF が何かというと、こちらです。故障と故障の間の時間ですね。つまり稼働している時間のことを表しています。だったら稼働している時間って書いてほしいと私は思っているんですけどね。イメージとしてはこちらの図をご覧ください。例えば起動してから600時間動きました。600時間動いた後に故障してしまいました。故障するともちろん修理するんですよね。修理してまた動き出しました。200時間動きました。でまた故障しました。で修理してその後400時間動きました。400時間動いた後にまた故障しました。このようになった場合、故障と故障の間の時間、稼働している時間に注目してください。600時間、200時間、400時間です。なのでこの600時間、200時間、400時間を足して3で割ってあげると400になります。これが今回のこの図の場合の MTBF ということになりますね。では次のキーワードです。次は MTTR について見ていきましょう。これは平均修理時間ですね。例えばこの図で言うと、稼働して、何かしら故障してしまって修理に3時間かかりました。そしてまた稼働しだしたんですけど、また故障してしまって次は修理に2時間かかりました。次は1時間かかりました。そういうふうになると平均修理時間は何時間になるかというと、3+2+1÷3になって2時間ですね。なので MTTR は2ということになります。では今計算したこの2つの指標を使うとこのようなことがわかります。それは稼働率です。では稼働率を計算してみましょう。先ほどの例と一緒ですけど、例えば600時間動いて故障して3時間かけて修理、その後200時間動いて
また故障してしまって2時間かけて修理、その後に400時間動いてまた故障して1時間かけて修理、このような場合どうなるかというと、先ほど計算しましたけど MTBF が400時間、MTTR が2時間ということになります。それを稼働率、この式に当てはめると約 0.995 ということで、稼働率は 99.5% ということになります。こういった稼働率の計算も求められることがありますので、ぜひここで覚えておいてください。次は可用性の方に話題を移していきましょう。可用性のとこではよくこんなキーワードが出てきます。ホールドトレランスです。ホールドトレランスは機器を冗長構成にして一部壊れても機能できる状態にしておくっていったことですね。ホールドトレランスの話題の中にもう少し深掘りしていくと、デュプレックスシステムという単語も出てきます。これは本番系と予備系、予備系を待機系とも言いますけど、このように用意しておいて、故障時に切り替えてあげること、こういうのをデュプレックスシステムと言います。でデュプレックスシステムをさらに深掘りすると、ホットスタンバイ、即時切り替えますよというところと、コールドスタンバイ、切り替えに時間かかりますよといったシステムがあります。コールドスタンバイであれば切り替えに時間かかります。理由としては配線を切り替えなきゃいけないとか、予備の物品を用意しておいて予備の物品と切り替えなきゃいけないとか、そういった場合はコールドスタンバイと言われますね。では次の話題です。次はデュアルシステムですね。デュアルシステムというのは複数系統を用意して結果を照合します。なので本番系予備系という考えではなくて、全部本番系だと思ってください。複数系用意して結果をそれぞれ照合します。これは絶対に処理を間違うことができないシステムを構成するときには、こういったデュアルシステムが使われることがあります。全ての系統で同じ結果になっていることを確認するっていうところですね。はい、こういうデュアルシステムもぜひ覚えておいてください。では次いきます。次はホールドアボイダンスです。これは故障が発生しないように信頼性の高い部品でシステムを構成するということになっています。例えば同じ部品を1000個作って一番よくできた部品を使うとか、例えば人工衛星はホールドアボイダンスというアプローチを使っています。なぜならば、人工衛星などは、総重量などが厳密に決まってますので、主計副計というふうにやるとやっぱどうしても重量が増えてしまうので、可能な限りやっぱ軽量化したいといったことがあるんですね。なのでこういったホールドアボイダンスというアプローチを使って、同じ部品をですね、1000個ぐらい使って、一番よくできた製品を使うということになっています。そしてこのホールドトレランスとホールドアボイダンスを比べると、どっちが使われるかっていうと、やっぱりこのホールドトレランスを使うことが多いですよね。ホールドアボイダンスはやっぱコストが高くなります。1000個使って一番よくできた部品だけを使うっていうことなんで、ホールドトレランスのように2系統を使って可用性を高めるといったアプローチがよく使われています。はい、では次の話題に移っていきます。次は障害対策について少しお話ししていきます。障害対策でよく出てくる話はフェールソフトですよね。これは性能を落としてでも、動作を継続させるといったアプローチです。システム自体を動かすことを最優先しています。なので縮体運転とも言われますよね。故障したところを切り離してでも、なんとか縮体して運転させると、少し性能が落ちてもいいけど、動かすっていうことを優先させます。これがフェールソフトですね。次はフェールセーフです。これは安全第一、機械を止めてでも安全を優先させます。なので安全に止まるように制御するのがこのフェールセーフだと思ってください。次はフールプルーフです。フールプルーフは誤操作を防ぐようなシステム構成を考えるといったアプローチですね。例えば全然違う機能を同じような名前で設計しないと。ちなみにこのフールプルーフというのは、フールというのが愚かとかいう意味になっていて、このプルーフはウォータープルーフとかでもわかるように、ウォータープルーフだと水を防ぐですよね。プルーフは防ぐという意味があります。この愚かなことを防ぐという意味で、フールプルーフという名前になっています。結構似たような名前が多いので、このようにですね、日本語訳してみて覚えるっていうのも一つの手段だと思いますので、ぜひ試してみてください。それでは今回少し駆け足でしたけど、システム構成で出てくるキーワードをまずはまとめてみました。次回もシステム構成でよく出てくるようなキーワードをまとめて、後編として動画作ってますので、そちらも楽しみに待っていてください。それでは今回の動画は以上です。この動画参考になれば、高評価、チャンネル登録いただけますととても嬉しいです。それでは最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。
最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。今日やった問題以外にもチャレンジしたい方はコード試験共通午前1のプレイリストを作っています。概要欄にリンク貼ってますのでぜひチャレンジしてみてください。あとは突破口 .com 様と一緒に作っている IT 用語動画辞典もとてもおすすめです。ぜひ使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。